現実信ア上げ玉は1991年10月4日から1992年9月25日までテレビ東京系列局などにて放送されたテレビアニメ正義のヒーロー上げ玉ンと世界征服を企む乗っ取りだす一味の戦いを描いたヒーローコメディ当初はオーソドックスなギャグ作品だったが徐々にた作品のパロディやアドリブが増加章では 第三勢力である、正当把握役の登場により、アゲダマンとノットリダマス一味が、語悦同集し、ヒロインまで変身する展開となった。NEC がスポンサーとして、制作に関わっていた関係で、ワープロの初機能や IC カードによる機能拡張などの設定が目立つのも特徴である。また、NEC より、PC エンジン用ゲームソフトとしても発売された。 これは、アニメとの並行企画であり、そのために、原作者、原案設定者の名前として、ゲームクリエイターである佐久間明と、広い王子の名前がある。森蕎麦市を拠点に、世界征服を目論む乗っ取りダマス11世1味は、乗っ取りダマスの大予言書に基づいて、合成銃を作り出し、予言書の内容を実現させる作戦を行っていくのだが、いつも予言書の解釈を間違ってしまい、 はちゃめちゃな作戦になってしまう。しかし、どんなバカバカしい作戦であっても街の人々に迷惑を与えているのは事実だった。そんな乗っ取り騙す11世一味に立ち向かうのはヒーロー性出身の源氏上げ玉が変身した正義のヒーロー、上げ玉ヒーロー性の夏休みを利用して地球にやってきただけだったのだが、思わぬ悪の出現により、 地球の平和を守るために戦うことになったのだった。一つの街を舞台とした、アゲダマンとノットリダマス11世一味のシリアスな、ようでコミカルな戦いは続いていく。ここでは本作品の主なパロディオマージュについて解説する。1991年、講談社デラックスボンボン連載。テレビアニメ版で実際に放送された内容とは全く異なる。 初期設定時の内容を元にしている。バンダイビジュアル館、現実新真上げ玉資料集に2話が掲載されている。1991年、講談社、コミックボンボン連載。ストーリー及びキャラクターデザインは連載開始当初は、上記島本版や書きゲーム版と、同じく初期設定に準拠していたが、アニメ放映に合わせて、木型団が壊滅し、テレビアニメ版のそれに、 おおよそ準拠するものに変更された。しかしキャラクター設定や感銃などが変更後にも引き継がれた他に設定が変更されている箇所も多数ある。番組スポンサーでもあった NEC ホームエレクトロニクスより1991年に PC エンジン用ゲームソフトとして発売された。対応メディアは不カードでジャンルは横スクロールタイプのアクションゲーム。 アニメの初期設定をベースにゲームが開発されたためテレビアニメ版とは設定、ストーリーキャラクターの用紙などがかなり異なる内容になっている。この作品が本体発売元の NEC ホームエレクトロニクスが初めて自社で発売したタイトルである。それ以前はハードや周辺機器のみでソフトもハードの発売当初はハード開発元であるハドソンのみだった。 ありがとうございます。